SQ9-892 の操作コンソール SQ9-8915 の操作コンソール。標準的なく -70 が採用されている案。SQ9-89 はアメリカ海軍が水上艦に搭載するために開発した対戦線システム。音響信号処理、情報処理の統合化、デジタル化及び自動化を図っており、 潜水艦で搭載されている b c シ,シリーズと比較される。1950年代より戦力化された原子力潜水艦は水上構想やシュノーケル構想が不要になったことでレーダーやアクティブソナーなどに探知される可能性は極めて低くなっていた。一方で常に原子炉や蒸気タービンからノイズを発生するという弱点がありパッシブソナーにより 遠距離からでも超ュールと期待された。このことから、冷戦初期の対戦戦では、アメリカ海軍は、パッシブ戦への移行によって、ソビエト連邦軍の強大な潜水艦戦力への対抗を図っており、ソススと攻撃型原子力潜水艦、対戦召喚機による、パッシブ対戦戦システムを構築し、成功を収めた。しかし、ソビエト連邦は、諜報活動などによってこの、 パッシブ対戦戦システムの重要性に気づき、1970年代中期より、ビクター3型 SSN や、チャーリー2型 SSGN、デルタ型 SSBN など、対抗策を講じて静粛性を格段に向上させた、潜水艦の艦隊配備を開始した。これにより、既存のパッシブ対戦戦システムの効果は減災され、始めていた。これに対抗して、 戦術レベルにまでパッシブセンサーの配備を拡大することが検討されるようになった。もともと超音能力という点では水上艦に対して潜水艦が圧倒的に優位に立っており、その弱点をカバーするためにもパッシブセンサーの整備が必要とされていた。そしてパッシブセンサーによる大量の目標情報を統合処理するために開発されたのが本システムである。 アス WCSI 計画の下で、研究開発は1976年度より開始され、1979年度にはコンセプト形成が完了し、1981年度にはジェネラルエレクトリック社に対して全規模開発が発注された。1984年度よりスプルーアンス旧駆逐艦ムースブラッガーの艦上にて運用試験が開始され、 1986年度には量産型が搭載された。従来、艦の単身技やエコーソナー、その部位はメーカーが異なることもあり、音響信号処理は別々に行っていた。本システムは、これらの既存のソナーの操縦破棄を活用しつつ、デジタル化、統合化を図ったものである。アン s q s 十三やアン s q r 十九といった。 ソナーサブシステムは、それぞれ一機ずつのアン、イス -1 を音響信号処理装置を備えている。またアン、SQ9-28 その部位信号処理装置も、連接されており、その部位からの情報が入力される。またアン、副 -25 推測予察機も連接されている。インターフェースとしては、オイ -452、副45 -21 コンソールが用いられてきた。 水中攻撃式装置としては、駆逐艦、巡洋艦では、マーク116が組み込まれた。一方、ミサイルフリーゲートでは、ワップがその役割を担っている。また6以降、潜水艦のメートと同様に、目標運動解析などを担う、意思決定支援システムとして、AN-USC-132TDSS が組み込まれた。その後、14より、商用、 オフザシェルフ化が着手され、アン、クマイナス43電子計算機による集中処理とオイマイナス452、クマイナス21コンソールの組み合わせから、アン、クマイナス70による分散処理への移行が図られた。そして15においては、全面的なオープンアーキテクチャ化が図られて、システム構成は一新された。 これにより、ベースライン8以降のイージスシステムと同様に、継続的な改良が適用されるようになっており、2009年以降、アッコブによるソフトウェア更新は2年ごとに、また TI によるハードウェア更新は4年ごとに実施されている。例えば最初のアッコブ09では、バイスタティック探知にしか対応していなかったが、アッコブ15よりメガヘルツ 60R ヘリコプターが、 システムに組み込まれ、マルチスタティック探知に対応した。なお、15では、当初は、遠海域で、出番が少ない栄光ソナーを省いた構成になっていたが、後に、アン、SQR-20 またが導入され、A15 となった。これは、戦隊装備ソナーやヘリコプターのアン、アクス -20 に釣り式ソナーからの音波を解析することで、 単管でのバイスタティックソナー機能を実現している。また、対魚雷自衛機能や後退域化変身度ソナーの機能も備えている。この A15 は、後にアモド回収に組み込まれ、タイコンデロガ級や r ー,ーバーク級の SQ9-89 がアップグレードされている。海上自衛隊のアタゴ型においても、BMD 対応回収時にアップグレードされた。ありがとうございます。